当にね、気のない拍手ありがとうございます。まあ私もね、まあ、こういう席で、皆様にお話をする機会というのはなかなかございませんでしたね。まあ、それでたまにはね、たまにはこうやってね、大勢の方に囲まれて皆さん集まっていただいて本当に感謝しております。今日のですね、日韓断交、肩の力抜いて聞いてほしいんですよ。日韓断交ってね、そんなに難しいもんじゃない。そんなにね、なんて言うんでしょう、肩を張ってね、聞くようなもんじゃないんですよ。いや、そう言われるとね、なんだろうって皆さん思うでしょ。でもね、皆さんがその肩を張るんではなくて、普通に考えて、日本と韓国、これはね、別れなきゃいけない、これはもう別々の道を歩まなきゃいけない、そう思うのが当たり前なんですよ。違いますか？そうだ、どうだ。当たり前のことを当たり前に言ってるのに、肩を張って聞く必要なんかこれこっちもないんですよ。寝てていいですか？今日皆さんがこうやってね、集まったのは当然のことながら、日本と韓国断交すべきだという意思で集まってると思います。そうだよ、ありがとうございます。で、そこで考えなきゃいけないのはね、この日韓断交、10年前に日韓断交を公の場で叫んだのは私だったんですね。これは胸を張って言えます。どんなに頑張ったって韓国と仲良くできないから、日本は勇気を持って韓国と縁を断ち切るべきだと、そう主張したんですね。あれから10年、私の意見は何一つ変わってません。何一つブレてません。10年同じこと言い続けてるんですよ。そしたら一人で始まった運動が今ね、まあ、これ周り見ていただければ1階席埋まるぐらいに人が集まる。これだけ大勢の人たちがね、みんなね、韓国が嫌いだと、理由があって嫌いだって言ってるんですよ。理由があって韓国とは縁を切るべきだと主張してるんです。それをね、これだけ大勢の人が聞きに来てくれた、これは本当にありがたいことです。ありがとうございます。皆さんのそのね、思いが10年続いてきたんですよ。これ、そして今ここに日韓断交を求める国民大集会というのを開催することができました。まあ、非常にね、残念な話なんですけど、今日ですね、この日韓断交というかですね、日韓基本条約50周年のこの日に記念行事を韓国大使館でやっております。そしてその韓国大使館に安倍総理が行ったと、行かないと言ってたでしょ、あんたは。それが韓国に配慮して、で、あるいはね、もうこれ皆さんご存知でしょうけれども、世界遺産27のね、明治日本の産業遺産、これ明治日本の産業遺産なんですよ。明治時代の日本を作り上げたその産業遺産を世界遺産に登録したら、関係のないはずの韓国が出てきて、ほら反対だっちゃうんですね。で、それで日本政府が何をしたか、分かりました、配慮しましょうということでですね、この世界遺産への登録が、有望視されている明治日本の産業遺産については、徴用朝鮮人がここで働いていたというプレートを立てることになったんですね。そこまでしてこの世界遺産、皆さん欲しいですか？欲しくない。欲しくない。いらないんですよ。そんなものね、誰も望んでないから。いや、これね、世界遺産に登録できなくてもよかったんですよ。最後まで突っ張れればよかったんです。こうやってね、韓国の無理難題が常にね、我々に向けられてる。そして今までの日本人はそれに対して頭を下げ、お金を払い、償いをしてきたんですね。償いなんかする必要なんかこれっぽっちもありません。謝罪する必要なんかこれっぽっちもありません。これをね、今堂々と言えるようになったんですよ。そして彼らはね、先ほど言った通りです、我々が一歩譲れば、一歩引くんじゃなくて一歩攻めてくるんですよ。そういう民族なんですよ。どんなに姿形が日本人に似ていても、彼らとは歴史も違う、文化も違う、さまざまな点でね、考え方も違う。であればね、我々はどうすべきなんだ。
これをね、私は突きつけてるんです。10年間突きつけてきました。そしてその10年後のね、内閣府の世論調査で 66% の人が 66% の人が韓国を信頼できない、あるいはこの間のね、読売新聞の世論調査では7割以上、73% ですか、 73% の人が韓国が嫌いだと。このようにね、国民世論が、圧倒的国民世論がもう韓国はおかしい、韓国の言ってることは間違ってる、そういうようになったわけです。今度は皆さんがどうするかなんですよ。ここが一番重要なのでね、今日この集会をやったのは過去の歴史についてとやかく言うためじゃないんです。過去の歴史は所詮過去、我々が考えるべきは今現在、そして未来なんですよ。そしてその過去の問題について、いつまでもいつまでも彼らはね、韓国人はこれにこだわり続け、そして日本の足を引っ張ろうとする。であれば我々は今現在の日本人を守るため、未来の日本人を守るため、韓国と断交すべきだと訴えるのが当たり前なんです。メディア来てますけどね、メディアのあなたたちがね、デタラメな情報を流せば流すだけね、どん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 喧嘩が広がってる。それなぜだって君たち考えたことある？君たちがね、デタラメを流すもんだからね、日本国民が怒るんですよ、怒るんですよ。そうでしょう。これからはね、そのメディアが我々国民の側にね、下に行くんですよ、我々に押さえつけられるんですよ。それをね、理解しなきゃいけない。あなたたちが、あなたたちメディアがね、一番ね、私ね、いけないと思うのはね、なぜ自分たちはこんなに影響力が下がっていったのか、当たり前でしょ、嘘ばっかりついてんだから。嘘つけー。今日ここにいる人たちだけでも、あるいはね、その外に出て世論調査でも何でもしてくださいよ。普通に考えてね、自分の国を罵る国、まあいわゆる日本で言えば反日行為をやるような国家、そんなものを好きになれたって無理に決まってるだろうって話なんですよ。であればこそのね、この日韓断交のこの集いでございます。それでは時間になりましたので、これで終了させていただきます。ありがとうございました。